日本のマスコミが行っている大きな罪というのは何か動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳重下でございます。えっ、ー、とですね、前回及び前々回とですね、えー、日本のマスコミの行っている大きな罪というお話をしました。で、その大きな罪というのは第1回目はですね、マスコミは報道の自由というのを持っているのは国民の主権利を充足するためなんだよと。国民の主権利を充足するために報道の自由というのがあるんだよという話をしました。 であるがゆえにですね、マスコミを求められている役割というのは、二つあって、一つは正しい情報を提供するということ。もう一つはですね、その正しい情報じゃない、デタラメな情報が世の中に流通しているときは、それを排除するという責任があるんだよと。 自分たちが正しい情報を提供する、まあ、正しい報道をするというだけではなく、自分たち以外の人たちがですね、デタラメなことを言っているんだったら、それは間違っているよということをですね、要は継承を直さなければいけない。これがマスメディアの役割なんだよという話をしました。だからですね、吉田証言なんていうのをですね、20年以上にもわたってですね、ほったらかしてですね、自分たちがやった報道であるにもかかわらず、ほったらかして朝日新聞なんていうのは、全くもってですね、報道機関の何に値しないということになるわけですね。デタラメな報道が流れているけど、 それをもう黙認していたら、それはデザインの報道を流したのと一緒なんです、それをまあ駆逐する責任があるんだよという話をしました。 で前回ですね、えー、その、とはいえですね、マスコミにはですね、そういう責任があると言いながらですね、それは法的な責任ではないんだと。えー、マスコミはですね、えー、自分たちで、えー、その報道した内容をですね、間違ってたとしても、それを訂正する必要性はないんだと。それはですね、えー、その、吉田証言の裁判の中において、えー、この確定判決が出ているということをお話をしました。つまりですね、マスメディアはデマを言う自由も、デマの報道したときにそれを訂正するということをですね、もう必要はないんだよ いう、まあ、お話をしましたとはいえですねマスコミの活動というのはですね国民の主る権利を充足することであるわけですからデマが封じをされてもしくはデマがですね流通しているときにそれを排除しないというのはですね大きな罪だろうというふうに私は考えますそしてですねその大きな罪というのは一体どういうものなのかということをですね説明したいなというふうに思いますその罪というのはですね3つあると思いますその3つというのはですねどういうものかというと1つ目はですね、えー、これは不作為の罪です でもう一つは、ですね2つ目は、その日本国民に対する名誉毀損です。で、3番目は、ですねこれはですね倫理上の問題、その倫理上の規範の,、まあ、その罪ですね、でこういう3つの罪があるなというふうに思います。で、1つ目のですねその不作為の罪というのはどういうことかというと、通常犯罪というのは、ですね作為なんですね、つまり何か行動を起こしたことによって罪を問われるわけです。 例えば人を殺したとか、人のものを盗んだというのは、ですねこれはあの自分たちの行動によって罪を問われるわけです。とはいえ、ですね刑法の中にはですね不作為の罪というのがあるんですね、これは何もしなかったことによって罪を問われるというものです、例えばですね、いわゆる押し売りというのがいます、あの人の家に来て、ですねそこに居座って、ですねこれを買わないと出てかねえぞみたいなことを言うわけですね、でこれはですね不法侵入になるんですよ。 家の人がです、ね、お前、出てってくれという意思表示をするわけです、でその時にですに、ね、相手がです、ね、出ていかなかったりすると、これは不法侵入というのが成立するんですね、彼は行動してるわけじゃないです、不法侵入というと、侵入することだけというふうに思われるかもしれないですけど、実は、あー出て行けと言ったにもかかわらず、出ていかないとこれ、不法侵入なんです、まあ、こういうふうに、何々しないことによって罪になるということもあるわけなんですね、先ほど言いましたように、報道の自由というのは、国民の知る権利を充足するために存在します。 私たちは正しい情報を提供されて、その正しい情報をもともとに、えー、まあ政治活動、投票活動に生かしていくわけです。つまり、デタラミな情報を我々が知るということはあってはならないわけですね。こういうデマがですね、吹聴されているときっていうのは、そういうデマをですね、排除する責任があるわけなんです。で、彼らはですね、それをしない。そういうことをしないというのは、先ほど言った不作為。つまり、そういう行動を起こしてないということに対して罪になるわけです。 極実器は、軍国主義の象徴であり、軍国人を傷つけるというのも、これはデマです。こういうデマに対して適切に反論してですね、そういうデマをですね、排除していくという努力をしない限りですね、日本のメディアはですね、不作為の罪を犯しているということをですね、言えるのではないのかなというふうに思います。で、二番目のですね、えー、その名誉毀損というのはですね、まあ今言った慰安婦の問題、極実器の問題。これはですね、明確な日本人に対する名誉毀損なんですね。私たちはですね、名誉を持って生きているわけですよ。 で、それに対してですね、まあ我々がやった罪に対してそれを批判されるのはそれはそれで仕方がないわけです。でもそれはデマを吹聴されてに日本のですね、名誉を毀損されてるんだったらそれはそれでですね、また話は別になってくるわけなんですよ。で、これに対して適切にですね、排除するという行動をとっていない日本のメディアというのは、こういう罪を犯してると言わざるを得ないという思うわけなんですね。つまり日本のメディアが起こしている罪の二つ目というのは、 日本国民の名誉を傷つけられているにもかかわらず、それを黙って見ていると、日本国民に対する名誉毀損に対してです、ねその、いわゆるほ助していると、手伝っていると、まあ、言わざるを得ないわけですね、まあ、こういう罪がもう一つあるかなと。えー、最後にです、ね、3番目の罪というのは、これは倫理上の問題です。これ、前回お話をしましたけれども、これは新聞倫理考慮というのがあります。 この中で、えー、国民の知る権利を守るために、メディアというのは高い倫理観を持って、それをですね、実際に行動しなければいけないということが書いてあります。まあ、前回お話しましたけど、国民の知る権利を充足するということは、法的な義務はないんだよ、ということですから、朝日新聞側に法的責任は問われないんです。でもですね、倫理上問題がある行為をそのまま放っといていいんでしょうか。罪というのは何なのかっていうとですね、まあ言い方はいろいろあるんですけども、 おまあ,あ、一つの考え方として、規範であるとか倫理を踏みしじることっていうのをこれを罪というんですね。デたらめを国民の知る権利というものを守るという倫理上の責任があるわけです。倫理上の責任だから法的責任ではありません。とはいえですね、倫理上の責任をですね、犯しているにもかかわらず、それに対して何の手当もしなかったというのは、これは罪になります。先ほど言った、いわゆる倫理であるとか規範であるとか、まあ、損なう行為というのは、これは罪だというふうに考えられるわけですね。 だから、日本のメディアのやってることっていうのは、これは明確な罪であると言わざるを得ないわけなんですよ、つまりですね、私たちはマスメディアがですね、そのデタラメな情報が世の中に流通しているときに、それを訂正しないということは罪である、一つは刑法上の不作為の罪なんだと、もう一つは日本国民に対する名誉毀損なんだと。 もう一つは、これは、新聞倫理考慮に載っている倫理上の国民の知る権利、この責任があるわけですけども、その倫理上の罪を犯しているということ、この三つの罪をですね、日本のマスメディアは犯しているということを意味するわけなんですよ。よくですね、報道の自由、報道の自由って言いますけども、報道の自由っていうのは実はその前段があるんです。それは何かというと、事実の報道の自由ってあるんです。事実のと。 つまりデたらめの報道の自由ではないんです。前回、私はです、ねえー、その日本にはです、ね、デマの自由がある、デマを言う自由がある、デマを訂正しない自由があるということを言いました、これはあくまで,です、ね、メディアを批判したものであって、もちろんそんなものがです、ね、正式に認められているものではありません、ただデマを言ったところで、それに対する罰則がないですよということなんです。報道機関というのはです、ね、非常に重要な役割を果たしています。民主主義を守る大切なツールです。 で、報道機関というのはですね、えー、正しい情報を提供することによって私たち一般の国民がですね、正しい判断ができる、まあ、いわゆる基礎になるわけなんですね。それがデタラメな報道をしたり、デタラメな報道をした後に訂正する必要性がありませんということ、これは法的な義務がないということをですね、逆手にとって、デタラメを封じして構わないということになっているんだったら、これはその民主主義の基盤を壊すことになります。メディア自らがメディアの信頼を損なう行為をしている。 これは非常に大きな民主主義に対する脅威なんだろうと思います。私たち国民にはですね、でたらめな報道が流れている場合、でたらめな情報が流通している場合、それを排除していく責任は日本のメディアにあるんだということをですね、強く私たちは権利意識として持つべきなんだろうと思う。私たちは知る権利がある。 その知る権利は国や地方公共団体に、えー、その所属しているものであり、それに対して義務付けられるものであって、メディアに対しては法的な義務はないんですけども、とはいえ私たちはメディアに対して求めていくべきだと思います。あなた方は情報を出す、出してなんだから、じゃあ、デタラメな情報が流通しているときには、あなた方にそのデタラメな情報を排除する責任があるんだよと。 あなた方が報道の自由、事実の報道の自由と言っている以上は、事実じゃないものが流通している場合、あなた方はそれを排除する責任があるんだと、自由と責任をセットだということを、ですねこれからメディアに対して私たちは要求していかなければいけない。私たちには権利がある。正しい情報を受ける権利がある。でたらめな情報はメディアが排除する責任があるんだということをですねぜひ私たちは認識するべきだなというふうに思います。 動画を聞いていただきましてありがとうございます。えー、またですね下の方にブログ、ツイッター、ラインアウトを付けてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。